結構にぎわってるけど、こんな人通りの多い場所にその不審な女性が現れるの？噂だと声をかけられるのは商店街の周辺が多いみたいです。ここのアーケードから路地裏に入るの。はあ、喫茶店のツタがすごくいい。ええ、とても素敵ですよね。特にこの通りは昔の映画に出てくる風景みたいで、いつ来てもワクワクするんです。みんな、駄菓子屋さんはこっちなの。大体そうだと思う。それはスルメ。カレー味のおせんべいですね。喜んでもらえてよかった。ミーコがみんなを案内してきたの。バニラソフトにチョコソフト、あずきソフト、あれ？隅の方にも別のお品書きがありますね。これは味噌汁？そんなメニューがあったの、ミーコ初めて知ったの。ソフトクリームにしたら美味しそうな味って他にもあると思うの。例えばドラゴンフルーツソフトはどうでしょうか。絶対売れると思います。そういえば最近お客さん増えてませんか。おばさんは例の噂知らないみたいなの。私たちも最近知ったことだし、まだそんなに噂は広まってないのかな。レイさん、どう思いますか。あれ、レイさん、失礼ですが、ご家族は？それからずっと。おばさん、100円。ちょっと聞いてもいいかな。もしかして知らない女の人にこのお店で駄菓子を買うようにって言われなかった？その女の人どこにいたの？口裂け女さんに会えるかもしれないの。行ってみ